皆さんこんにちは、未来です。今回はですね、超久々にこれじゃらーん、ダイソー。今回はダイソーに行ってきたので、そちらの購入品もご紹介していこうと思います。もう主婦ということでですね、まあ主婦らしいものだったりとか便利グッズだったりとか結構いろいろあるので、気になる方は最後までチェックしてみてください。それではどうぞ。ちょっと余談なんですけど、髪の毛結べるぐらい伸びましたということで、やっていきます。はい、ということでまず1つ目、めっちゃでかいデッキブラシ。ホームセンターみたいなところで、あーそろそろ買わないとなって思ってたんですよ、庭掃除しないといけないから。なんとあったの、ダイソーに。しかも200円で売ってました。めっちゃ安くない？ということで、デッキブラシでちゃんと庭を掃除していきたいと思います。めっちゃめんどくさいけどしていきます。そして次はですね、ひーちゃんのおもちゃを購入しました。まず一つ目、こちら小麦粘土です。粘土さ、結構すぐカピカピになって、しかも色とかめちゃくちゃ混ぜるから、もう割と短いスパンで結構ね消費がすごいんですけれども、新しく粘土買ってきました。なんかこれね、ほら型がついてるし、なんかこうコロコロするローラーみたいなのもついてるので、なんか遊べるかなと思って、はい、今回こちら買ってきました。そしてそれを入れるものとして、こんな感じの粘土ケースっていうものを購入しました。中をね開けてみると、こんな感じで2つに分けられるので、なんかさっき買ったこういうさ色物とか分けてもいいなと思ったし、まあどうせ混じるんだけど、まあ気持ちの問題。はい、そしてもう一つひーちゃんグッズ、こちらです。シールブック購入しました。なんかディズニーのものだったりとか、いろいろ種類はあるんだけれども、今回は美味しいもの編ということ でシールもねこんな感じでたくさんあるし、こういう風にテーブルの上にお菓子を乗せたりとか、そんな感じで遊べるシールブックみたいです。なんか出先とかでどうしてもブズったみたいな時に使おうと思ってます。これをね買ったことはですね、ひーちゃんに今のところ内緒にしといて、最終兵器として出したいと思います。そしてもう一つこちらでございます。これねなんかめっちゃ良くないと思って買ってみたんですけど、引っ掛けられるバススポンジだそうです。で形がねすごくいびつで、ちょっと開けてみるね。こんな感じの形なの、すごくない？これでここにねほら引っ掛けられるようになってるのと、ここがあの バス蓋なんていうの、お風呂の蓋あるじゃないですか、あそこにちょうどはまるよっていうタイプらしいです。まあただうちはこういうなんか並々のさ、ああいうタイプじゃなくて普通にフラットなタイプなので、別にこれはいらないんだけど、なんか形かわいいと思ってこれにしてみました。こういった感じのスポンジです。そしてついで購入、こちらネームペン購入しました。これはねおむつに名前書かないといけないから、これを購入しました。そしてここからがですね、キッチンで主に使うものたちをご紹介していこうと思います。まず一つ目はこちら、リピート品、いつもねダイソーで買ってるの、このメラミンスポンジ購入してきました。今までセリアとかキャンドゥとかいろいろなメラミンスポンジ使ってきたけど、ダイソーのこれがやっぱ一番すごいしっかりしてて、すごい取れるなって思いました。そしてもう一つこちらでございます。これ初めて見たの、 IH ヒーターの焦げ付きを取るやつ、オチオチ V ってやつなんだけど、うちさ IH でちょっと焦げがね目立ち始めてきたんですね。なのでこれでしっかりお掃除したいと思います。取れるといいな本当に。この汚れてる部分とこの本体はよく濡らすそうです。ちょっとやってみよう。あー綺麗になりますように。で軽くこすります。はい、結構ねゴシゴシしてみました。でタオルで拭き取るらしいんで、タオルで拭き取りたいと思います。よいしょ、あすごいすごいよ。完璧には取れてないけど全然超マシになった。これもうちょっとねちゃんとしっかりやれば取れそうな感じする。キッチンリセット終わった状態でさっきのねこのやつしたら、見てこんな感じで焦げが取れました。素晴らしい、これいいやないか。そして次がこちらでございます。これ可愛くない？このクリップがすごい欲しくて、この小さいサイズが欲しくて購入したんですけど、はい、開けてみるとこんな感じでございます。ちょっとミリタリーっぽい感じのアースカラーのこのクリップ、裏にねこういう風に吸盤になってるので、冷蔵庫とかにも付けられる感じになってます。5個入りです。このサイズが欲しくてこれしかなかったからこれ買ってきたんだけど、すごいなんかデザインとかもおしゃれでいいなと思いました。はい、今ですね冷蔵庫の横にいるんですけれども、まさかの
ここがね皮でこれがくっつかなかった。だからこれにつけてみました。けどいい感じだよね。これでヒュイッと取れるのでいいかも。いいじゃん。あ、ずれた。粘着はちょっと弱いのかな。よいしょ。はい、こんな感じでございます。そしてクリップ系でもう一つこちら購入してきました。だし、いりごま、塩なのに袋キャップスリムっていうものですね。購入してみました。わかるかな。こんな感じで袋にそのままつけれるようなキャップです。めっちゃ良くない？これ詰め替え容器とかに詰め替えたりもしているんだけど、やっぱ調味料増えたら増えた分だけね、それを買わないといけないっていうのがまずめんどくさいのと、その容器のスペースを作らないといけないっていうのがめんどくさくて、なんかこれだったらすごい便利だしいいなと思って買ってみました。実際にね開けてみるとこんな感じで、ここがクリップになってて、それにこういう風にキャップがついているタイプでございます。はい、それではこれをね次はつけたいと思います。でこのジップのタイプはここを切らないといけないみたいなので切ります。ひーちゃんのりたま大好きだからさ、はい、切りました。ここに挟むだけなんですけど、なんか微妙に大きさが、ちょっと待って、微妙に大きさ足りないんですけど、ちょっとかなり無理やりここ押し込んじゃったけど、はい、できました。果たしてちゃんと出るのでしょうか。なんて、待って、すっくな出る量。ちょっと待ってよ。あ、いい、ポイントポイント、ここにちょっと余裕を持たせて、こうピタってなってる状態じゃなくって、ここにちょっと空気を含ませるじゃないけど、ちょっと緩くしといてやるとめっちゃちょうど良かったです。いいじゃん。これサイズね何個かあったと思うので、ちょっと他のも試してみたいと思います。あ、待って、今気づいた。見てわかるかな、ほら量りになってる。すごっ。5ミリと5ミリ一緒やんけ。はい、5ミリの量りがついてました。そして詰め替え容器買ってきました。まあ、詰め替えとして売ってなくて、あのボトルとして売ってたんだけど、これを2つ購入してきました。ドリンクボトル 400ml っていうもので、これね中がすごいいいの。なんかごまとか入れてさ、ほらここの中がで飲み口があるから、こう少量だけ出すことができるなと思って、ドバッて出たりするじゃないですか。私よくあるんですけれども、それが防げるなと思って、今回はこれをちょっと2つ購入してみました。もしよかったらこれに詰め替え変えたいなって思ってます。100円だしね、めちゃくちゃいいやん。詰め替えたいと思います。今ね業務スーパーで買ったこういう鶏ガラスープあるんですけど、これをいつもこのままで使っていたので、ちょっとこれに移し替えたいと思います。でね、この中蓋もほらこんな感じですごく出しやすいというか取れやすいタイプなので、洗うのもすごいいいなと思いました。で、ここにこの内蓋を入れて、ここから出るよ、しっかり。めっちゃいいやん。ここにね、あのシールとかを貼って分かりやすくしたいと思います。そして次がこちらでございます。ミッキーのね、シリコンケーキモードルっていうものでございます。なんかミッキーの形でパンケーキ、ホットケーキとかを作れるよっていうやつで、ひーちゃん喜ぶかなと思って購入してみたんですけれども、これ果たして作れるのだろうか。休日の朝にパンケーキをさ、たまに作るのよね。それでね、ちょっと使いたいなと思って、はい、こういった感じです。ここの底がこんな感じなんですけど、意外と薄いね。すごい、あ、薄いからポンってすぐできるってこと？ちょっとよくわかんないな。電子レンジとオーブンはいいみたいです。ちょっと楽しみだ。そしてひーちゃんつながりでこんなのがあったの。赤ちゃんとか子供いる人めっちゃいいと思う。たらー、すごくない？ご飯ボール、ご飯ボールを作るもの説明がめちゃくちゃ下手なんですけれども、あ、かわいい。見て見て、見えるかどうかわかんないけど、ここにねクマさんが3体いらっしゃいます。こんにちは、こんにちは。ここにご飯を入れて、この蓋を閉めて、こうやってフリフリするだけでちっちゃいボール型のおにぎりが作れるっていう商品です。めちゃくちゃ便利、一気に3個もできる。このフリフリおにぎりちゃんを作りたいと思います。はい、入れてきました、こんな感じで。ということで蓋を閉めます。これ盛りすぎ？
量はどんくらい入れればよかった。あー、はい、はい、振ります。できますように。これで楽したいよ。特に朝ごはんめちゃくちゃ楽したい。見て、じゃらーん、すごくない？いい、こんな感じの。あ、ちょっと緩いから一回ギュッとちゃんと自分の手でやった方がいいかもしれないけど、うん、手で持てるぐらいの緩さ使えると思います。やったー。そして次がですね、こちらおかずカット購入しました。これめちゃくちゃちっちゃいやつ、5号サイズで48枚入りです。で、前までは結構モノトーンのものだったりとかクラフトタイプとか、そうシンプルなデザインがすごい好きだったんだけれども、あのお弁当作るときにさ、あ、今日緑ないやみたいなときあるじゃないですか。そういったときにこのカップが役に立つんですね。気持ちばかり の見せかけの緑があるんで、はい。副菜とか少量入れたいときにいいなと思ってこれを購入してみました。よくない？そして次はですね、すごい探してて、なんかネットで買おうかなとかすごい思っていたものがまさかの100均にあったという、すごいね、ダイソー。これです。チャラー、フライパンの蓋、フライパンの蓋があったの。ここがね、ガラスで、ここがシリコンのタイプなんですけれども、3つのサイズを1つで解決って書いてある。24センチ、26センチ、28センチのフライパンに対応されているみたいです。ちなみにお値段はですね、ダイソーではめちゃくちゃ高い500円。我が家のね、フライパンは全部で3つあるんですけれども、多分全部使えると思う。多分ね、うん、使ってみたいと思います。一番大きなフライパンを用意したんですけれども、どうでしょうか。チューレン、ぴったりです。あ、すごいぴったり、よかった。本当に蓋なくて、いつもアルミホイルでさ代用してたから、あー、よかったよかった。これで料理の幅が広がるといいなと思います。あー、よかった、マジ。これそして最後になります。最後はですね、美味しそうと思ってこうその日になったからポイってレジ前で取っちゃったやつなんですけれども、これです。辛党にはもってこい、からし明太子のふりかけがありました。なんかおかずとかない時にお昼ご飯、私もほんとふりかけご飯とかで全然いいタイプなんですけれども、その時にね、いいなと思って買いました。もう本当にね、辛いのが大好きで、結構辛いと嬉しいなと思うんですけど、見た感じもめっちゃ辛そうじゃない、超赤いから。で、明太子大好きだし、からし大好きだし、最高だと思います。はい、以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、ダイソーで購入したものをご紹介してみました。今回ね、ほんと収穫めちゃくちゃあって、まあ久々っていうのもあるんだけれども、便利グッズめっちゃあるね。もう嬉しかったです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の更新でお会いしましょう。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタン、インスタグラムもやってるのでチェックお願いします。それでは